演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、こっちカルビーの47都道府県ポテトチップス、栃木県代表宇都宮焼き餃子味片揚げポテトを食べたい。宇都宮が餃子の街っていうのは結構イメージがつきやすいですが、それをポテトチップスか、ラーメンの、先日のラーメンとは違ってできなくはないような気もするな。わっ、もう香りの時点で餃子のあの独特な香りがしますね。ではいただきます。確かにそういうイメージはあるけど、だけど今日の君はラーメンより美味しいと思うよ。これすっごくコクがあるから。口の中に入れた瞬間から、餃子とラー餃子の中のあんの独特な旨味とラー油のピリッとした刺激が口の中に来ましたね。それがポテトチップスで再現されてるのですごいと思い、結構ピリピリきますので、なんか中華料理屋さんに入って食べたような気持ちになります。前日のラーメンの調子できっちり餃子の味が再現されていると思いました。とっても美味しかったので、こちらの点数とさせていただきます。それでは元旦に死を迎えるかな、この体って。悲しすぎるでしょそんなの。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。